ここは負けられない。1番人気9番オグリキャップ、実力は。行ってくる。美しい青空が広がる東京レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。下克上は起こりうるのか。オグリキャップ、注目株の馬娘だ。人気と実力を兼ね備えた玉もクロス、真っ向勝負に注目だ。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは11番15番13番。これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気オグリキャップ、11番快調に飛ばしていきます。先頭をかけます。11番、2番手の位置で先頭を伺うのは17番。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。さあ花に立たすのは11番。このままリードすることができるか。続いて17番、タマモクロス。3番手少し離れて13番、内から内から。12番、少し離れて14番。さらには15番、5番、続いているスーパークリーク並んでくる。そしてその内からいたのはオグリキャップ。さらには7番、1馬身差8番。それを見るように1番、差がなく2番、そして内目をつきましては4番、その外並んで10番、後方2番手に18番、3番。最後方からのレースになりました。玉のクロス、先頭進みますが、これは正解でしょうか。上がってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。外から先頭を伺うのは13番、オグリキャップ。内で様子を伺う。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのは玉のクロス。栄光まで400。外から上がってきたのはオグリキャップ。ゴールが近づいてきて馬娘が一斉に突き進む。3番手争いは12番、スーパークリーク。見ていてくれ、これが私の全力だ。100を通過、オグリキャップ。ずんずんと上がっていく。オグリキャップ抜け出した。オグリキャップ足色は衰えない。勝ったのはオグリキャップ。最後意地を見せて栄冠を手にしました。オグリキャップ、レジェンドレースを制しました。2着タマモクロス、3着はスーパークリーク。よし、お腹が空いたな。